何着目で迎えるかが全くわからない局面だったと思うんで、はい、勝負どころを制したっていう部分でもかなり大きな上がりになりましたね。めちゃくちゃ高ハイパー、E3 点。ドラドラ天杯よりこっちの方が嬉しい。確かに本当ですよね。サブロマン引いたダブルよりこっちの方が嬉しい。ポンしますね。します。はい、いやこれ上がったらちょっと2着争いからかなり離れますよ。天杯1か。ハック離そうとしてる。ヤンマキっていう分ね、ちょっとそこができなかったっていう部分でしたね。クロスアナハック危ないですよ。めちゃくちゃ危ない、めちゃくちゃ危ない。3枚山、山にも3枚いますし、このハックは順番通りに打つとめちゃくちゃ危ないですね。ですね。4巡後に訪れますよ、捨てるときは。で、これパーピンが2枚あるんですね。はい。うわー、で、これ黒沢から1万2000上がったらトップありますよ、まだありますね。ニャンズを通ってる。次はまあ、安い自敗から行くと思いますので、はい、シャアですね。あ、でも安全牌ない。伊達さんもチャンス点になってきましたよ。本当だ。でも抜く、でも抜く。まあでも粘りもありますね、またね。はい、4番の次今も打てるんで。シャア打って次だ。次ハックかトンじゃないですか。ハックかトンですよ。通ってないですもんね。ないです、ないです、ないです。次ハックかトンですよこれ。5万ない。あーやばい、危ないよ。本当に危ない。本当に危ない。ハック、うわー危ない。でももうカウントダウン始まっちゃった。もう次白ですもん。一巡しのいだことによって安全牌が増えるかもしれない。ある。ここで秋から安全な牌が、まあ、伊達からも打たれるかもしれない。あ、ウーマンかな。ウーマンか。ウーマンですね。ない。増えた。増えた。持ってますね。でも形はいいんですよ。白打っちゃうかもしれないよ。いいそう。いいそう、通ってる。そうですね。形いいんでまだ維持するも全然あるんで、自敗ぐらいはありますね。はい、ガーリアンス、うわ増えない、きついよ。ハクかウーピンですよ次。あ、9ピンあった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 。トムがあった。自然に打てますね。いやでもこれ、ね、やっぱハク切り探ってますよね。あの黒沢は当然探ってたと思うんですが、トムハクのね切り順で行きましたよね。1巡、はい、1巡また1巡と増えてるんで。あ、これでウーソーも増えて抜けば4巡、3巡ぐらいは耐えれますよ。まだ形は維持してますね。キープしてる。ハク切りを探る。 あとこれ黒沢がハック重なったら危ないですね。現物があるんで切るか押すかだっていう感じですね。ハク切って粘るか。ここです。粘るか抜くか。まあ初は通ってる、通ってる。いやーまだまだ危ない、まだまだ3ピンとか引くとね危ないよ。危ないですよね。形キープが一番危ない。ただ山に3枚いますからねこれ。パーピンがね、パーピンも2枚残ってますし、はい、秋さんの街は無筋増えた。やめた。あ、やめた。じゃあ次ウーソーですね。ウーソー、ウーピンあって、ウーソーあって、筋のリャンピンがどうかっていう感じですね。はいはい。さああとはでもツモが十分ある。いないです、まだね。誰の手にも行ってないんですよね。まだ変わらず三山ですね。変わらず三山です。積もった時は4000オールから裏ドラ1枚乗れば6000オール、3枚乗るパターンだってあるぞ。カヤムさんも形維持した時はやめた。さあ一人旅か、一人旅か。まだ積も番は十分残ってる。現在周囲の風林火山、チュンはチュンは通ってる。それでもまだね危ないですからね。危ない。ハクがなくなった。ハクなくなった。パーピン2枚ある。黒沢は三蔵チェンもありますね。まだ大丈夫で、両ピンがまだある。はい、で今度伊達さんっすね。伊達牌、筋の牌はある。うん、ション牌よりは筋になるか。パーピン2枚あるぞ。これ上がりたいですね。上がりたい、これ上がりたい、めちゃくちゃ上がりたい。これ上がったら大体2着以上になります、なりそうですもんね。なりそうですね。ある。ペーが大丈夫っすね。2枚あるザキ、パーピン2枚。なんでない。だったらダブルリーチの方が良かったってことになっちゃう。そんなの悔しい。ダブルリーチはね無理だったんだね。3枚引いてないですけどね。はい、ローマンしか引いてないんで。危ない、めちゃくちゃ危ないです。ないんじゃないですか。筋はあるんですけど、ハク全然ありますよ。
リャンピン落ち着いてますね。積もあと2回、パーピンは山1枚になった。いやー1枚になっちゃいましたよ。リャンピン切る伊達さんも危ないですね。パーソー9番が打てる黒沢さんとは大丈夫そうですかね。伊達は次が最後なのでパーソーかな。パーピン、うわ、ないんじゃないですか。ない。パーソー、筋のパーソー、まあ、あと筋になったパーソーか、はい、ションパイ、まあ、シャンポンが短期に仕方ない。あとダイレクト7万も一応ありますか。パーマンが何枚見えだこれ。3枚見え。パーソーか悪しかない気してますけどね。悪もめちゃくちゃ危ない。うん、パーソーですね。冷静ですね。ダメだ。うわー、チャンスに流局、あーぶねーって感じですね。黒沢、いや危なかった。トントハクですよ本当に。そうですね、はい、あの時が災害大のターニングポイント。5巡目あの時ハクでおかしくないですもんね。ハクも全然おかしくないですね。うわー危ない。ちょっと口角を一つ上げました。よし危ないと。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。